ですね、試合から今2日経って、いるんですけれども、知り合いの方とかね、周りの方に、皆さんいっぱい心配してくれたみたいで、病院に行った方がいいというふうに言われてるんですよ。まあ病院っていうのはその脳をちょっと見に行った方がいいよという感じなんですけど、 CT とか MRI とかそんな感じだと思うんですけど、自分としては、脳を見たところで何も処置のしようがないから別に、行っても意味ないよねというふうに思っているところがあったんで、まあ全然行く気がなかったと。だからね、ドクターの知り合いの方がいるんで、ドクターの先生に、聞いて、まあどうこんな感じなんですけどどうですかみたいな感じで聞いたぐらいで終わってたんですよね。でもですね、やっぱり、ちょっと今日行ってくることにしました。というのもですね、なんかちょっとね、調子悪いんですよね調子悪いんですよねって言ったらおかしいんですけど、頭はねちょっと痛い感じなのと、あとポワーンってしてるんですよ。ポワンポワンしてる感じがしてて、昨日も言ったんですけど、なんか、コーヒーのなんかカップじゃないけどコーヒーをやってる時になんか、いつもは落とさないものをね、なんかゴミ箱の中に落としちゃったりもしてるし、なんかね、あと喉のね、あの奥がちょっとおかしいんですよね。よだれ、濃いよだれが出てっていつもがない感じで、で、そう、寝てる時もなんか寝苦しいな、首の方も苦しいしみたいな。これは別に脳の感じじゃないかもしれないですけどね、首が痛いのはまあ多分殴られすぎて、痛いのかなっていうふうに思うんでね。でもやっぱり脳のことって自分のことでは結構大丈夫かなと、昨日とかも言ってたんですけど、殴られたとしても別に脳みそは痛くないんで、自分としてはフラフラしたとしても聞いてないというふうに思ったりするんですけど、実は全然聞いていたりするところがあって、脳って自分が思った以上に客観視できていないというところが、あると思うんですよね。だからですね、まあちょっと見に行こうかなと。なんかね、何もなかったらそれで安心するし、何かあったとしたら処置が必要。処置って言っても何もすることないと思うけどな。まあでもですね、やっぱりちょっと怖くなってきたんでねいろいろ調べてたんですよ。あとしかもなんだ、今までのね、選手とかそういう、キックボクサー、ボクサーなん、まあ、誰でもそうですけど、なんか症状とかいきなり倒れちゃったとかっていうことも聞いているというか、まあ自分の身近な人とかでもやっぱいたりするんで、そういうことを考えるとやっぱりちょっとね、ただ大丈夫でしょうっていうふうに言ってるのも微妙かなというふうに思ってきたんですよ。はい、だからちょっとね今日行ってきます。昨日もね走ってて、今日もちょっと走ってもう練習ももうしたいぐらいなんですけどね、でもこれもちょっと抑えた方がいいのかなって、ね、2,3 日ぐらいはちょっとやめとこうかなって思ってるんですよね。ぶっちゃけなんかいろいろ調べたら1週間とか10日とか、長い感じで言うと3週間とか4週間休まなきゃいけないというかね、そういうような規定があるみたいなね、アメリカンフットボールクラブの規定、脳震盪を起こした時みたいな感じとかがあったりして、そんな長いのは無理なんだけどでもね、やっぱり今後のこととかを思うとね、だってまだやりますからねまだやりますからね、と思うとちょっとまあここでダッシュしてもしょうがないかなというふうに思ったんですよね。ちょっとね、体のパフォーマンスが練習しないことによって落ちるというのはちょっと嫌な感じはあるんですけど、それ以上のものをちょっと感じているんでね、まあ行ってこようかなというふうに思います。はい、っていうかね、あとね全然話は違うんですけど、なんかやっぱ体重増えてるんですよね。昨日走ってカロリーもあんま取ってないんですよ。2000ちょっとぐらいしか取ってないんですよ。いつもよりカロリー少なくて走ったのにもかかわらず、むくんでんすよね。水分溜め込んでんすよね。ちょっと体重も重いし 62.5 ぐらいあるし、最近で言うと 2,800 ぐらい重いかな。これもなんかね、何が起こってるのかよくわかんないですけど、まあ水分食べ込んでるんですよね。これも嫌だし、はい、っていう感じがありますよ。あと顔とかもやっぱすごいむくむんですよね。今こういう時だからこそやっぱね、サングラスをかけた方がいいっていう感じでサングラスかけてるんですけど、やっぱいい感じのむくみ具合ですよ。こっちがいつもむくんでる感じですよ。今むくんでますよ、こっちは。でももうこっちもっとむくんでるからって感じですよ。あとこっち何針塗ったんだっけな。
あ見えない、あこんな感じになってた、取れちゃってる、こっちが何針ぐらいになったんだろう、3から5ぐらいなんですかね。ちょっとやっぱ内出血が起こってますよね。はい、まあこんな外傷というよりもやっぱりね、脳みその感じがちょっと怖いんで、今日は朝一でちょっと行っていきたいと思います。何か変わったことがありましたら、またお話しするかもしれません。何も変わったことがなければお話しません。はい、そんな感じで、今日はね、検査に行ってきますという話でした。ご心配かけてすいません。なんかいろいろとご心配してくれた方は、はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。